皆さん、こんにちは。シノケンの篠崎です。本動画では、日本語教育能力検定試験重要キーワードである、言語学習ストラテジーの第2弾として、直接ストラテジーについて解説いたします。直接ストラテジーとは、目標言語に直接関わる言語学習ストラテジーのことで、具体的には、記憶ストラテジー、認知ストラテジー、保証ストラテジーの3項目からなります。例えば、私たちが検定試験に合格するためにですね、キーワードを何度も読んで覚えたり、テキストの内容をノートにまとめたり、定期的に復習したりするというふうに思いますけれども、これらはすべて直接ストラテジーというふうに言えるんですね。こうした学習方法は、言語学習に直接関わるもので非常に重要です。それだけに、検定試験にもよく出題されます。私自身、現在大学教授として留学生に指導していますけれども、日本語力がなかなか上がらない学習者の中には、そもそも学習方法が合っていないというケースというのがあります。そういう場合に、こんな学習方法もあるよと、こんな勉強方法もあるよというふうにアドバイスしてあげると、学習者はですね、お、そんな方法があったのかというふうにして、学習方法を切り替えて、結果、スランプから抜け出せるということも少なくないんですね。言語学習ストラテジーについて理解を深めたい、そして検定試験で失敗したくないという方は、ぜひ最後までご覧ください。本動画の具体的な内容としてはこのようになります。まずはじめに、言語学習ストラテジーの体系、それから直接ストラテジーについて、軽く、お話しした後、記憶ストラテジー、そして認知ストラテジー、そして最後に保証ストラテジーを解説したいと思っております。また、よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。それでは本題に行きましょう。はい、通信講座シノケンの日本語教育能力検定試験対策の講義資料の今回は83番ですね。ストラテジー、過去学習方略からの解説となります。まずはじめにですね、言語学習ストラテジーの体系について、まとめておきます。さらに、レベッカ・L・オックスフォードは、このオックスフォードですね、もうこの学者は、言語学習ストラテジーの、大家ですので、ぜひ名前も覚えておきましょう。オックスフォードはですね、言語学習ストラテジーの体系を以下の図のようにまとめていますということで、ご覧ください。まずですね、学習ストラテジーがあるとありますね。そして、それが直接ストラテジーと間接ストラテジー、2つにまず分けられるわけですね。はい、もうすでに間接ストラテジーは動画で、ご紹介してますのでですね、お分かりかと思いますけども、簡単に言うとですね、学習環境の整備ですね、に関するストラテジーですね。はい、これが間接ストラテジー。そして今回、お話しするこの直接ストラテジーというのはですね、まさに言語学習に直接関わるようなストラテジーということなんですね。まずこのストラテジーという言葉ですね、あまり耳慣れない、聞き慣れないと思いますけども、簡単に言うと方法と思ってください。学習方法、ね、直接の学習方法、間接の学習方法と、ね、思っていただければいいと思います。で、この直接ストラテジーのさらに解分類として、記憶ストラテジー、認知ストラテジー、保証ストラテジーがあると。そして、間接ストラテジーの下にもですね、同様に、メタ認知ストラテジー、上位ストラテジー、社会的ストラテジーというのが3つあるというふうになっているわけですね。はい、以下、レベッカ・L・オックスフォードに沿って項目ごとに見ていきます。まずは直接ストラテジーから見ていきましょうということですね。はい、直接ストラテジーですね。直接ストラテジーとは、目標言語に直接関わる言語習得ストラテジーのことで、記憶ストラテジー、認知ストラテジー、保証ストラテジーの3項目からなりますということですね。はい、この直接関わる、学習方法なんだというところを押さえていただければと思います。では早速いきましょうか。記憶ストラテジーですね。記憶ストラテジーは、文字通り記憶するために行われる学習方法で、具体的なストラテジーとしては、知的連鎖を作る、イメージや音を結びつける、繰り返し復習する、動作に移すがありますということですね。
はい、3番ご覧ください。まず、知的連鎖を作る。さらにですね、この知的連鎖を作るといっても、いろんな方法があるわけですね。では、グループに分けると。例えば、言語素材、まあ、言葉ですね、を記憶しやすいように、品種別とか機能別にグループ化するということですね。はい。そもそも私たちの頭にある知識というのは、それぞれ個々バラバラにあるわけじゃなくって、整理しやすいようにグルーピングしてるんですね。例えば、単語であれば、そうですね、果物の名前とかですね、あるいは数字の名称とかですね、というふうにグルーピングしてるわけですね。その方が、まあ、記憶が定着しやすいし、その、アウトプットしやすいわけですね。なので、そういったことも意識しながらですね、品種別とか機能別ですね、あるいはまあ、グルーピングすると、ね、内容別にグルーピングしていくということですね。次、連想する、十分に練るですね。既有知識と結びつけたり、ある情報と別の情報を関連づけると。ですね。はい、よく私も検定試験対策のセミナーとか、まあ、こういった形でこう解説するときにですね、検定試験の試験3っていうのは、5つの領域にですね、まあ、横断的にですね、出題されるわけですね。はい。つまり、言語一般、言語教育、言語と心理、言語と社会、社会文化地域と。ね。この5つの領域から、こう、またがって出題される。ということはですよ。例えば項目によっては、この項目は、言語一般にも関係するし、言語と教育にも関係するとか。あるいは、この現象は、言語と社会にも関係するし、社会、文化、地域にも関係するというようなことが出てくるわけですよね。そういったことを学習が進むにつれてですね、この記憶知識を結びつけていくということが大事なんですね。そうすると、まあ、試験3に強くなるし、何よりも、その、忘れてもですね、その、もともとつながってた知識がですね、その忘れた知識を引っ張り上げてくるとか、思い出させてくれるわけですね。はい。そういったこともあって、これ結構大事なんですよね。次行きましょうか。文脈の中に新しい語を入れると。意味のある文、会話、物語の中に語訳を入れて記憶すると。はい。こういったこともありますね。4番行きましょうか。イメージや音を結びつける。イメージを使うと。頭の中で、あるいは実際に絵を描いて、意味のある視覚イメージを使って、記憶に結びつけると。ですね。はい。こういったことも意外と大事です。はい。例えば、記憶の仕方にですね、記憶じゃないですね、推論の仕方にはですね、橋渡し推論と聖地化推論という二つの、まあ、推論の方法があるんですね。で、これまた、どっかの動画で私が解説すると思いますけれども、聖地化推論っていうのは、まあ、簡単に言えば、与えられてる、情報、これ結構穴開きの情報なんですね。穴が開いてる情報。この穴が開いてる情報に、こう、自分で、こう、その穴を埋めるように、推論していくっていう。これを、まあ、聖地化推論というふうに言うわけですが、これ、私ですね、からしレンコン理論と言ってるんですね。どういうことかというと、まるで、レンコンに、詰められた、こう、からしのですね、ペーストのように、それをイメージして、そのように、こう、推論をするということなんですね。そういうふうにすると、パッとイメージしやすいわけですよね。そう、理解しやすいわけですね。結構こういうの大事ですね。はい、次行きましょうか。意味地図を作ると。中心になる語を真ん中および一番上に置き、関連した語を上げて線や矢印でつなぐ。これ、あれですね。マインドマップってやつですね。はい。これ結構大事ですね。うん。皆さんも、例えば、レポートを書いたりですね、自分の思考を整理するときですね、マインドマップを使われるとですね、非常に、効果的にといいますか、効率的にですね、整理できますので、試していただければと思います。あち、キーワードを使う。新しい語を聴覚的、視覚的連結を使って記憶するですね。あち、記憶した音を表現すると。外国語の新しい語を使って覚えると。ね、あります。5番いきましょう。繰り返し復習をすると。体系的に復習をすると。一定の時間の間隔を置いて注意深く復習するとですね。結構この注意深く復習するということが大事なんですね。注意深くが大事なんですね。ざっくり復習してもですね、あんまり効果は期待できないんですね。はい。それよりも、注意深く、復習して、自分のその知識の、取りこぼしとか、漏れとかっていうのを一つ一つ丁寧に、勉強して、まあ、拾っていくということが、まあ、語学の学習では非常に大事ですし、あるいは皆さんが検定試験合格する場合もですね、そういった復習の仕方をするとですね、非常に知識のぶどまりがいいんですよね。はい、次6番に行きましょうか。動作に移すと。
身体的な反応や感覚を使うと、新しい表現を、身体で表現したり、あるいは身体的感覚や感情に関連づけるということですね。はい、次のとか、機械的な手法を使うと。例えば、カードに単語を書いて覚えたら、そのカードを別の場所に移すなど、何か具体的なものを動かしたり移したりして、目標言語の情報を記憶する。あ、これは結構大事ですよね。まあ、学習者であれば、日本語の単語を、こんなちっちゃいカードに書いて、ね、覚えて。で、もう覚えたと。意味も分かったと。そしたら、その、まあ、そのカードですね、これリングにこう、で止めてるわけですよね。で、覚えたら、その、カードはリンから外して、まあ、例えば自分の机の中にしまっておくと。で、それで、常に覚えてない、まあ、覚えられてない単語を書いたカードだけがあって、これをですね、常にポケットに忍ばせておいて、隙間時間に勉強するということですよね。で、これ、もう、検定試験の勉強にも、もちろん、応用が効きますですね。はい。実際に、こういった、まあ、これちっちゃいのも、これぐらい、兄弟カードっていうんですかね、これぐらいのカードに、まあ、その、検定試験によく出た問題だとか、覚えてない項目なんか書いておいて、で裏側にその試験、問題の答えとか、あとなんかその補足事項なんか書いておいて、で、こう、何回も読んで覚えていくということですよね。これ非常に効果的なので、ぜひやっていただきたいと思います。では次行きましょうか。認知ストラテジー。認知ストラテジーは理解を深めるために行われる学習方法で、具体的なストラテジーとしては、練習をする、情報内容を受け取ったり、送ったりする。分析したり推論したりする、インプットとアウトプットのための構造を作るがありますと。はい、7番いきましょう。練習をする。まず繰り返す。まあ、これはですね、地道というか、まあ、地味なんですけども、やっぱり語学学習において、反復練習というのは非常に重要です。はい、もちろん、検定試験の勉強も反復練習というのは非常に重要ですね。次、音と文字システムをきちんと練習すると。様々な方法で音、発音、イントネーションなどを練習するとですね。決まった言い回しや文型を覚えて使うと。ふにゃふにゃながらだけでなくて、涙ながらに訴えといった決まった言い回しに注意するということですね。はい、このですね、ながらですね、の用法はもう、ほぼほぼ前に来る名詞は涙ながら、涙だけのやつですので、もうこの涙ながらにでもう一つ、もう句として覚えると。まあ、決まった言い回しと覚えると。の方がもう効率的ですね。はい、次。新しい結合を作ると。基地の要素を新しく組み合わせ、より長い連鎖を作ると。はい、次。自然の状況の中で練習をすると。ね、教室での勉強だけではなくて、あるいは机の上の勉強だけじゃなくて、ですね、実際に街へ出て使ってみるということですよね。はい、現在学習の言語を実際の現場で使用し練習するということですね。はい、次。8番目ですね。情報内容を受け取ったり送ったりすると。例えば、意図を素早く掴む。このスキミングとかスキャニングを使って素早く情報をつかむということですね。情報内容を受け取ったり、送ったりするために様々な資料を使うとですね。9番行きましょう。分析したり推論したりする。まずは演繹的に推論する。演繹的っていうのはまあトップダウンですね。なんか抽象的な概念とですね。抽象的なまあ思考で推論するということですね。一般的な規則を使って目標言語の学習に適用すると。表現を分析する。細分化して表現の意味を決めると。はい、次。対象しながら分析すると。外国語の様々な要素、音声、語彙、文法と母語のそれと比較して類似点と相違点を決めるということですね。はい。やっぱり母語と比較しながら、勉強するというのは、まあ、ごく自然にすることではないでしょうかね。で、それはやっぱりそうすることによって理解が早くなるから。いうことなんですよね。もちろん、母語干渉といいますか、負の言語転移といいますか、そういったこともありますけれども、まあ、そういう負の面もありますけれども、まあ、正の面ももちろんありますので、効率、なんて言いますかね、まあ、積極的に使っていくように指導してあげるといいんじゃないかなと思いますね。次、訳す、ね。母語に変換するです、ね。はい。これも大事ですね。はい。次、転移をすると。一つの言語や概念や構造の知識を別の言語へ直接転用し、適用し、その言語の表現を理解し、表示するとですね。はい、10番行きましょうか。インプットとアウトプットのための構造を作るということで、まずノートを取ると、ね。まあ、基本的ではありますけれども、意外とこれ、徹底しない学習者いますので、しっかりノートを取りなさいというのをですね、まあ、口酸っぱく私は言ってますね。次、要約をする。より長い文節を要約したり、抜粋したりするということですね。はい。
なかなか要約をするというのは、なかなか高度なスキルだと思うんですけども、例えばそういう時にですね、5W1H に着目して、まとめてくださいというふうに、まあ、そういった手がかりを与えてあげると、学習者はですね、まあ、スムーズに、要約をできるというようなこともありますね。はい、次、強調する。下線や、星印をつけるなどして強調する。はい、これも皆さんも、よくなさることではないでしょうか。では次行きましょう。補償ストラテジーですね。補償ストラテジーは足りない知識を補うために使うもので、具体的なストラテジーとしては、聞くことと読むことを知的に推測する、話すことと書くことの限界を克服するがありますと。はい、ご覧ください。11番、聞くことと読むことを知的に推論する。はい、言語的手がかりを使うですね。目標言語の語彙、文法、その他の要素について十分な知識が不足しているために、読んだり、聞いたりする場合に、意味の推論、推測に言語的手がかりを求め使うことですね。次、非言語的手がかりを使う、ね。目標言語の語彙、文法、その他の要素について十分な知識が不足しているために、読んだり聞いたりしたことの意味を推測するため、非言語的手がかりを求め、使うことね。次、12番、話すことと書くことの限界を克服する。はい、まずこれですね、母語に変換するんですね。ある表現を訳さず、母語をそのまま使ってしまうということですね。まあ、これは、語彙力の不足分を、こういった形で、補うということですね。はい、次、助けを求める。わからないことを友人に聞くなど、誰かに助けを求めるんですね。なので、そうなんですよ。例えば、授業中にですね、学習者同士が、彼らの母語で、ピロピロピロとこう喋ったりするようなシーンもあるかと思うんですね。その時に、ね、ややもすると、死語してるみたいなね、ふうに、はい、授業中は母語使用禁止みたいな、方もいらっしゃいますけども、でも、その喋ってる内容は別にこう死語しているとか、関係ない話をしてるというわけでもなくてですね、もう、私たち、教師の言ってることはわからないんで、友人に聞いてるのでね、いう、そういうケースもですね、もう決して少なくないわけですね。はい。だったら私に聞いてよっていうふうに、思われるかもしれませんけど、だから、先生に聞いて授業の流れを止めるのもちょっと気が引けるなというようなことも、あるわけですよね。はい。なんで、私の場合は、どうしたのっていうふうに、いきなり頭ごなしにお答えかすんじゃなくて、どうしたんですかっていう、なんかありますかっていうふうに、聞くようにはしてますけどね。次、身振り手振りを使うんですね。次、コミュニケーションを部分的に、あるいは全く避ける。もう困難が予想されるときに、部分的に、あるいは全くコミュニケーションを避けると。ね。はい、次、話題を選択すると。会話の話題を選ぶと。ね。自分にとって得意な話題とか、ね。その場に、よりふさわしい話題を選ぶというようなことでしょうかね。はい、次、情報内容を調整したり、捉えたりする。ね。ある種の情報を省略したり、単純化したりすると。ね。はい、次、信号を作る。ですね。例えば、ノードの代わりにペーパーホルダーというと。なるほど。はい、次、婉曲的な表現や類語を使うですね。例えば、布巾の代わりに、皿を洗うときに使うものということですね。そうですね、この信号を作ると婉曲的な表現や類語を使うのは、非常に近いものでありまして、要はそれを表すボキャブラリ、語彙が自分ないのでですね、勝手にこう信号を作ってみたり、ね、なんかこういう説明的な、表現をですね、で、行ってみたりというようなことになるわけですね。はい。はい、直接ストラテジーをこのように概観してみると、例えば TPR、全身反応共助法ですね、この共助法の一種ですね、は、記憶ストラテジーの動作に移すをフル活用した共助法であると言えるでしょうし、学習者の母語との違いを考えながら学習することも、認知ストラテジーの観点から言えば有効な学習方法ということが言えるでしょうと。はい。ですね。はい。では、今回学んだことを復習してみましょう。はい。まずは、言語学習ストラテジーの体系ということで、ですね。このような直接ストラテジーと間接ストラテジーというふうに体系づけられてますよと。で、しかも、直接ストラテジーはさらに、記憶ストラテジー、認知ストラテジー、補償ストラテジー。で、間接ストラテジーは、メタ認知ストラテジー、上位ストラテジー、社会的ストラテジーに、分けられますよということですね。それからこのレベッカ・エル・オックスフォード、非常に重要な人物ですので、覚えておくといいということですね。はい、では次ですね、直接ストラテジーとありまして、
直接ストラテジーとは、目標言語に直接関わる言語学習ストラテジーのことで、記憶ストラテジー、認知ストラテジー、保証ストラテジーの参考文からなりますということですね。で、この記憶ストラテジーはですね、記憶ストラテジーは文字通り記憶するために行われる学習方法で、具体的なストラテジーとしては、知的連鎖を作る、イメージや音を結びつける、繰り返し復習する、動作に移すがありますということでした。続いて、認知ストラテジーですね。認知ストラテジーは理解を深めるために行われる学習方法で、具体的なストラテジーとしては練習をする、情報内容を受け取ったり送ったりする、分析したり推論したりする、インプットとアウトプットのための構造を作るがありますということでしたね。そして最後が保証ストラテジーでした。保証ストラテジーは足りない知識を補うために使うもので、具体的なストラテジーとしては聞くことと読むことを知的に推測する、話すことと書くことの限界を克服するがありますということでしたね。はい、いかがでしたでしょうか。市の研では今回のような講義書を使って検定試験対策の通信講座をご提供しています。市の研の通信講座で勉強したいという方は下の概要欄に案内をつけておきますのでご検討ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ご意見ご感想は下の概要欄にお願いいたします。すべて返信させていただきます。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。日本語教育能力検定試験合格に向けてしっかり頑張りましょう。